どうもドズレです。はい、ということで今日もクラッシュロイヤルをお送りしていきたいと思います。今回はね、新カードがゲットできるこちらメガナイトチャレンジ、これで12勝することができたので、12勝したデッキの紹介とデッキの使い方、そして相手がねよく使っているデッキというか流行ってるデッキについていろいろ話していきたいと思います。まあ一人でも多く、こう動画を見てくれている方がねクリアできるように分かりやすく説明していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。まあ今回のチャレンジ1回初回無料かな、初回無料で2回目以降100エメラルドかかるんですけれども、5勝するとエメラルドが100エメもらうことができるので、まあ、2回までは実質無料なのでね、ぜひともメガナイトたくさんの方にゲットしていただきたいなと思っております。さあということで私が12勝したデッキがこちら、実はね私1回11勝で終わってしまったんですけれども、11勝したデッキがどれだったっけ、あこれですね、メガナイトペッカデッキ、これもねめちゃめちゃ強かったですし結構こう使ってる方も多いかなと思います。メガナイトに対してペッカがすごい強いのと、あとはこう空ユニットが充実しているので、相手のコウモリに対してベビードラゴン、そしてあごめんなさい、相手のコウモリに対してベビードラゴン、そして相手の空ユニットに対してねメガガーゴイルなんかガンガン刺さってかなりいい感じのデッキだったんですけれども、最後にインドラと当たってね2連敗してしまいました。やっぱりインフェルノドラゴンが今回かなりこう効いてくるので、2回目のチャレンジではこちらインフェルノドラゴンが入ったホグライダーデッキで12勝することができました。12勝1敗だったかな、1回負けてしまったんですけれども、勝利することができました。で、まず相手の分析から少ししていきたいと思うんですけれども、メガナイトで攻めてくる人はほとんどいないですね。相手のデッキを見てほしいんですけれども、メガナイトプラスホグライダー、メガナイトプラスペッカっていうのがめちゃめちゃ多かったです。で、一つ感じたのが、まあ、ちょっとリプレイを見ながらも話していくんですけれども、ホグライダーに対してメガナイトがね結構防衛としてすごく役に立ちます。単体攻撃はそこまで強くないメガナイトなんですけれども、ホグライダーに対してはねこう一発二発で抑えてくれるので、まあ、そういった意味ではホグライダーはメガナイトで受けて、相手がメガナイトで出てきたところでこっちのユニットでうまく処理するみたいな感じで、こっちでペースを作ってしまえばね、相手のホグライダーメガナイトデッキに対しても結構有利を取っていけると思うので、まあ、ちょっとねいろいろこうデッキを見ていきましょう。リプレイ見ていきましょう。普段から私はこう重力を使っているのもあって、結構こう今回のチャレンジはね容量をつかみながらやることができたんですけれども、やっぱり多かったのがコウモリですね。コウモリとエルウィズ、この2種類がすごく今高ユニットとして流行っていて、特に今回のメガナイトは空ユニットを攻撃できないのでコウモリがねもうほとんどの人が入れてました。でこのコウモリに対してやっぱりザップっていうのがすごく、効果的にねハマっていくと思うので、呪文はザップとライトニングで間違いないかなっていう気はしてます。さあ今回は、まずね受けからですね、基本受けから作っていきましょう。ホグライダーもやっぱりメガナイトもね受けから作っていくのが良くかなと思います。さあここは相手の完全なるミスですね。まず相手の攻撃に対して受けから作っていって、でメガナイト出したんですけれども、それに対してエルウィズと、そしてインフェルノタワー、これがね、うまくエルウィズと、そしてこちらのねメガナイトでうまく刺すことができて、もうこの時点で勝負決定ですね。でこのゲームから皆さんにお伝えしたいのは、まず一つはエルイズは結構メガナイトに弱いので、相手みたいにエルイズをこう相手のメガナイトの近くに置かないっていうのが一つで、あと攻め方のポイントとして、まずは相手の攻撃を受け止めてから作っていきたいんですけれども、こう作った時に右が今ね、メガナイトプラスエルイズの形ができたので逆サイドホグみたいな感じで、相手もねメガナイトをメガナイトで受けてくることが多いんですけれども、これもちょっと早送りしますね。相手のメガナイトをこっちのメガナイトに対して相手がメガナイトで受けるタイミングで逆サイドホグを飛ばしてあげると結構刺さります。であとは相手のコウモリが出てくるタイミングでもうザップを用意しておくって感じですね。結構コウモリはダメージが高いので、どれだけ素早くザップを打って処理できるかっていうのがすごく、重要になってきます。相手のコウモリに対して一瞬でザップを打ってあげると、もうほとんど無効化でねそのままホグライダーが刺さったりするので、まあ、ザップは常に相手のコウモリが来そうなところに構えておくっていうのが一つポイントになってくるかなと思います。で私が今使っているデッキなんですけれども、エレウィズとあとインドラですね、この2種類の攻撃ユニットがすごく役に立って、特にインドラは相手のペッカとか、メガナイトに対してすごくね有効に働いてくれます。で特にやっぱりコウモリを入れている関係で相手もザップとかが切れやすいので、まあ、そういったところでねインドラがガン刺さりしていくという感じのデッキになっております。
でこのデッキで1回だけ負けてしまったんですけれども、相手のデッキがガーゴイルガーゴイルの群れって言ってね、ザップでちょっと処理できないユニットでした。でこれに関しては正直これが流行ってしまったらもう矢の網入れるしかないんですけれども、ちょっと仕方ないかなっていう気がしてますね、デッキの相性的に。でザップから矢の網に変えた方がいいですかっていう質問あったんですけれども、やっぱりガーゴイルよりも圧倒的にコウモリの方が多いので、個人的にはこうコウモリに対してね速攻で打てるザップっていうのがこう呪文としてはマストかなと思います。まあガーゴイルが増えてくればインドラのところをベビドラに変えるとか、まあ、そういった対処の仕方でザップを矢の網に変えるっていうのはあんまりこう利口な選択ではないかもなっていう気がしてます。さあということでこちら見ていきましょう。相手も今回はあれですね、メガナイトプラスのホグライダーですね。メガナイトホグがめちゃめちゃ多かったですね。あの終盤に行けば行くほどメガナイトホグが多かったので、多分みんなメガナイトホグで勝ち上がってきてるんだと思います。あのグラチャレだったり今回みたいなチャレンジっていうのは、こう勝利数が高くなればなるほどあの相手も勝利してるあの人と当たりやすくなるので、まあ、終盤に当たったデッキっていうのはそれだけ参考になりますが、今回の相手もホグライダーメガナイトですね。さあここで、相手がガーゴイル出してきたので、こっちはコウモリつけて相手のガーゴイルを処理と、まあ、ここはもうなんて言うんだろう、消化試合というか、まあ、1回こっちで処理して受けから作ってって感じですね。相手が1個ザップ多く使ってくれたので、まあでも相手はそこザップ使うしかないんですよね。ザップ使わなかったらこっちのメガナイトが生き残るので、まあ、その分のエリクサをこっちが攻撃で仕掛けていくと。基本は受けから作って、今のザップ良かったですね。ちゃんとコウモリが出てくる瞬間にもう構えといてって感じです。ここはエレビズ受けから作ってこう回していくっていうのがすごくいいんじゃないかなと思います。メガナイト自体がね結構こうペッカと一緒で受けから作っていくユニットだと思うんですよね。自陣じゃないとあのなんていうの、登場ダメージっていうの、こう生成ダメージの480ダメージを相手のユニットに当てていけないので、まあ、そういった意味で受けから作っていった方がこっちが有利になると。でもエリクサーが余って仕方ないときはこっちから後ろから作っていくこともあるんですけれども、まあ、相手がどう守ってくるのかっていうのをイメージしながらね、ここももうザップが来るだろうなって思いながらメガナイトで処理で、メガナイトの発生ダメージプラスワンパンプラスアルファでね、相手のホグナイトは処理することができるんで、ホグにはメガナイト当てると。でここもザップを構えといてって感じですね。ザップを打てないと今みたいな感じで一方的に攻撃を受けちゃうとね、すごい相手のメガナイトが生き残ってしまうので、あ、このゴブリンの使い方も覚えておきたいですね。結構メガナイトはすいませんスーパーベラベラ喋ってますが結構ねメガナイト範囲攻撃の範囲が広いんですけれども、ゴブリンうまく処理し対処してあげると、あの3回攻撃をね消費させることができるので結構優秀ですゴブリン。さあここでメガナイトで守ってここから作っていく感じですね。ホグライダー重ねての、これ多分相手メガナイト来るだろうなと思ったんで、もうコウモリを重ねておいて、ここうまくはまりましたね。まあ、先ほどはホグライダー逆サイドで刺せって言ったんですけれども、ここは同サイドでうまくはまりましたね。同サイドで攻めるときは今の突撃ダメージは仕方ないんですけど、あ、ここでライトニング使ったんで逆サイドプレッシャーですね。今一番やられて嫌なことは、左ガン攻めされるのがすごく嫌なので、まあ、そういった意味で今みたいな感じでちゃんと相手がエリクサを使ったタイミングで逆サイドにこうエリクサを使わせるようなアクションを起こすと守りやすいです。さあこんな感じでございます。さっき言おうとしたのは何だったっけな。あ、そうそう、同サイド攻めか逆サイド攻めかなんですけれども、相手の防衛ニットとかを読みながらね、こう今みたいな感じで戦っていくと、さっきみたいにメガナイトにターゲットを取りながら、相手のタワーにホグライダーを刺していったりとか、もう相手はもう守りとしてコウモリを出すしかないのでザップを構えとくとか、まあ、そういったこう戦いの仕方をするとよりねスピーディーにというか、こうコウモリを処理できて大ダメージにつながっていけるので、まあ、そういったことを考えながらプレイしてみるといいかもしれません。すごいねこのメガナイトホグが多分流行ってきて、多分明日頃にはもうメガナイトホグだらけになるかなっていうところなので、そうなったらそうなったでまたこう強いデッキっていうのがね、少し変わってくるかもしれません。またちょっと敏感になりながら、このメガナイトチャレンジについてはね、こう12勝デッキとかをどんどん紹介していきたいなと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録してね、また次の動画も楽しみに待っていてください。あともう一つリプレイ見ときましょうかね。ペッカデッキを見ときましょうか。私もね先ほど言ったように11勝1敗からペッカデッキずっと使ってたんですけれども、インドラデッキにガツガツっと負けてしまって、やっぱりペッカに対してはねインドラがすごい刺さるので、インドラが入ってないとこっちのメガナイトとかホグライダーがペッカに割られて
その時点で終わりっていう感じのゲームになってしまうので、まあ、インドラは結構こうキーカードかなっていう気がしております。まあでもあれですね、ガーゴイルとかガーゴイルの群れが流行ってくるとこのデッキでは辛いかもしれません。エレイズのところをベビドラとかでもいいかもしれませんね。さあホグライダー飛ばして相手の動きを見ます。ここで相手ペッカ出さなかったのちょっとわからないんですが、多分これで私のメガナイトを引っ張ってきて、それに対してペッカを重ねようっていうあの作戦でしょうね。ここでファルチ出てきてくれたんで美味しいですね。あの高ユニットを今みたいな感じで巻き込んで使うのがこうメガナイトは強いので、逆に自分のメガナイトを特攻させてくるとき、相手がメガナイトをまだ使ってないときは今みたいな感じで後衛をつけるんではなくて、メガナイト単体で特攻させて、相手がメガナイト出したタイミングで後衛ユニットをつけてあげるっていうイメージの方がいいと思います。ファルチェとかエルウィズとかやっぱり後衛ユニットにダメージを与えれるこのメガナイトっていうのはそれだけで強いですからね。生成ダメージ480食らってしまうと後衛ユニットがあんまり活かせない形になってしまいます。さあここで、あ、相手すごいな。最後に当たった相手ホグライダーとペッカとメガナイト全部入ってるんですね。3ウェポンがたくさんあります。ここでホグライダー重ねてきたんで、さあエレイズプラスコウモリですね。相手がちょっとデッキ重そうな感じしてますね。ただ最後に当たった相手なんで多分獣医師を近くしてる相手だと思います。ザップが入ってないとどうしてもこうコウモリの処理が遅れちゃうんでホグが通らないかなっていうイメージがあるんですけれども、相手は多分ここまでファルチをうまく使って勝ち上がってきたのかなっていう気はしてますね。まあ、ファルチ自体はこうメガナイトにワンパンされないっていうのと、あの相手のガーゴイルでも、そしてどっちだっけ、あのコウモリでもね、どっちでも処理できるっていうメリットがあるんで、どうなんだろうな。個人的にはファルチ入れるんだったらインドラ入れた方が汎用性は高いかなっていう気がしてます。さあここでザップ、ザップをコウモリとかガーゴイルの群れに使わせられるとギャングがまた行きますね。ギャング自体は、メガナイトに弱いので、まあ、一朝一夕かなっていう感じです。ここは抑えて、この時点でもう後半でかなりリードを取っているので、あの今のエレイズは無視しませんでした。あの序盤だったらね無視していいと思います、エレイズ一発は。さあここで相手がペッカファルチを作ってきて、まあ、ライトニング打ちつつ処理して、あ、ここつらかったですね。ここはゴブリンで処理したのか。普通に相手が軽い呪文がないのがちょっとつらそうですね。普通にあのそれぞれのユニットたちは強いんですけど、さあ一発入ってライトニングでフィニッシュですね。さあこんな感じでございます。あのインドラがあることによって相手がね、こうインドラの処理にユニットを使ってくれたりするので、まあ、そういったところでこうペッカとメガナイトが通りにくい、環境が作れるんじゃないかなと思います。かなりこうバランスが取れたね、デッキだと思うので、特にこのゴブリンとコウモリの群れのニコスがねすごく優秀なんですよ。なんでこのニコスをうまく使いつつ相手のコウモリはあのザップで無効化する。なんで相手のゴブリンとかに対してねこう慌ててザップを打たないっていうのがすごく重要になってきます。相手がコウモリ持ってない時は絶対に最速でザップを打つっていうのをね一つ心がけてプレイしてみてください。あと高ユニットとしておすすめなのはインフェルノドラゴンで、エレクトロウィザードの枠は結構自分の好きなユニットに変えてもいいですけれども、やっぱエレウィズはこう重量級同士が当たった時とかホグライダーが飛んできた時にどうしてもやっぱ優秀なユニットになってくるので、まあ、このエレウィズコウモリっていうのが結構一番ね皆さん使ってるんじゃないかなと思います。まあ、オーソドックスなデッキなんですけれども、今回12勝することができたので皆さんに紹介してみました。で、私が11勝したこちらのデッキも結構ね自信作です実は。スライニットに対して強いベビードラゴンとメガガーゴイルね、いつもゴーレムデッキとかゴレペッカ使ってるよっていう人はこっちの方があのエリポンをしっかり蓄えながらねエリアドを取ってあの重量級で攻めていくっていうやり方ができるので、まあ、もし重量級自信ある方はこっち使ってみてください。あいつインフェルノドラゴンに当たった時はねちょっと辛いかもしれませんが頑張っていきましょう。ということで、ちょっと長くなりましたが、今回は12勝デッキの紹介と、まあ、相手の、ね、デッキこういったデッキが多かったよっていうのの、紹介でした。最後に履歴を一応見ときましょうかね。ホグペッカメガナイトメガナイトホグ、まあ、30戦ぐらいやりました。11勝3敗 と、12勝1敗なんで27戦ぐらいやったんですが、まあ、メガナイトホグメガナイトペッカがほとんどですね。序盤はやっぱり枯渇みたいなデッキとか違うデッキにも当たってますが、でこの相手の
この韓国の方かな、メガナイトディガーとかこういったデッキはちょっときついかなと思います。相手のメガナイトにこっちのメガナイト当てれば相手がこう攻撃の手段がなくなってしまうので、こういったデッキはあんまおすすめしないかなと。ホグライダーとかペッカとかメガナイト以外にこう攻撃手段があるデッキの方が強いと思います。こんな感じですかね。まあ、ほとんどがメガナイトホグもしくはメガナイトペッカなので、まあ、それを頭に入れながらね、プレイしてみてください。ここまでかな。はい、ということで、本日のじゃあ生放送こんな感じで、終わりたいと思います。またね、新作デッキというかメガナイトを使ったこのデッキならこのチャレンジ簡単にクリアできるよっていうのがあったらまた動画にしたいと思いますので、ぜひとも動画のチェックもよろしくお願いいたします。参考になったよっていう方はグッドボタンよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。